はい、どうもアクアライダーです。本日撮影日が2022年の5月25日水曜日でございます。はい、ということでですね、5月25日何の日かと言いますと、この GSX-R125 が1年前に納車されたんですね。はい、ということで実ペケ納車から1周年、やったー。まあ、それと同時にですね、マグナ50を手放してから1年経ったっていうこともあるわけですね。マグナ君は6ヶ月ぐらい乗ったんですよね、確か。はい、いろいろありましたけど、まあ、今日は報告動画兼ねた、まあ、振り返り動画的な感じでちょっと撮影していきたいと思います。今からはね、ガマホルニアに行きたいと思うんで、その道中ですね、まあ、お話ししていきたいと思います。まあ、個人的にマグナ50からの乗り換えにあたってすごくね、まあ、賛否あるだろうなと思ったんですよ。だって実スペ系ね、販売されてますし、人気車種ですし、僕の動画でわざわざ出さなくて、なんかマグナ50ってあんま元ブログやってた人いないから、だからね増えてくれたみたいなことあると思うんですけど、実スペ系だったらね他にも需要あるからな。個人的には結構ねそこがネックだったんですけど、通勤のこととか僕の好みを考えたらね、これが一番だったんじゃないかなと思って、なんか TikTok のコメ欄とかにも、僕結構他の動画にコメントするんですけど、その時ね返信とかで、あ、マグナ50の人だとかね言われてたのが、最近はですね、なんか GSX の人だみたいな感じに言われるようになってきて、あ、だいぶ浸透してきたなっていう。でもまだマグナ50の方が多いかなっていう感じですね。だからね、まあ、いつかマグナ50また乗りたいと思います。いや、楽しいですね、実績。なんか街乗りでもヒラヒラ曲がる、なんか攻めてる感あるこの感じが好きですね。で、まあ、125の中では最高速はね最速ですね。やっぱ街乗り加速とかは PCX とかあと CB125R には負けますけど、まあ、でもね後半の伸びがねやっぱすごいんですね。納車されたね3日後に確か三重のね稲部っていうところまでツーリングっていうか、まあ、出張を兼ねたその、まあ、ツーリング的な感じで行ったんですよ。その時はね動画にしてないんですけど、まあ、その3日間で確か500キロぐらいまで走ったんですよね。で、鳴らし運転が1000キロまでなのでなんかね一瞬で鳴らし運転終わっちゃいそうみたいな感じで、納車から1週間ぐらいで鳴らし運転が終わったんじゃなかったかな、うん、そんな感じでしたね。それぐらいねちょっと実ペケ楽しかったですね。で、長距離とかもそこまで痛くなかった、なんか疲れとかもあんまなかったんで良かったなーって思って、初めの頃は前傾姿勢になれなかったですね。なんか前傾っていうかハンドルとその足の位置が近いんですよね、これ。だからすごいなんていうかな、苦しい窮屈な体勢なので、まあ、身長めちゃくちゃ高いっていう方はねあんまり乗りづらい印象あるんじゃないかなと思うんですけど、で前傾姿勢にもなれて、なんかレーシーなポジションにも取れますね、いいバイク。なんか初めの頃やっぱあんまり好きになれなかったというか、ジスペケかーみたいな感じ、もうちょっと頑張ってくれよーみたいな、そんな感じにね思ってたんですけど、やっぱね最近全然やっぱ、あ、いいバイクだなお前みたいななんか今更って感じですけど、まあ、そんな感じで思うようになりましたね。まあ、この間燃費もですね47キロ、リッター47キロというですね、まあ、素晴らしい数字を出してくださいましてですね、今これマフラー変えちゃってるんで燃費はそこまで意識してないんですけど、純正マフラーの時でも普通に意識せずに、特になんか、なんかな、まあ、飛ばしたりっていうか、まあ、加速とかも結構したりして、まあ、43が平均ぐらいでしたね。で、マフラー変えてから結構下がるんかなと思ったら、意外とリッター41が平均ですね。まあまあね、エコなバイクなんじゃないかなと思って。で、タンク容量も11リッターありますし、航続可能距離っていうんですかね、500キロぐらい行くんじゃないですかね。この間は520キロぐらい走って満タンでガソリン入れましたね。まあ、通勤もすごいなんかバイクしたいっていう方はおすすめかな。125なんで、まあ、通勤快速と言われる部類ですね。維持費安いし。ただね、この GSX-R125 の2021年モデルはですね、なんか初期不良っていうか、僕が納車されてからね確か1ヶ月経たないぐらいで1回 ECU がぶっ壊れまして、 FI ランプがついてもエンジンかかんねえって状態になったんですよね。とそれ動画にしたら、私の実ペケもなりましたみたいなコメント結構来てて、あ、そんなことあるんだみたいな。だから多分初期不良で ECU が多分壊れてんじゃないかな。もし、まあ、でも新車で購入される方はですね、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなって思いますね。 ECU は壊れるもんなんですかね、わかんないですけど。ただそれ以来故障はしてないですね。1年乗ってても今走行距離が1万5000キロぐらいですねっていう感じなんですけど、全然壊れてないんでいけますね。あ、すいませんお、やった。まあ、という感じですかね。
で純正のスクリーンが全然風よけになってなかったっていうことがあって、まあ、僕はこれに変えましたね。 Amazon で4000円ぐらいでした。今はもうちょっと高くなってましたね、この間見たら。で僕が買ったやつがなくなってましたね。まあでも他の会社さんから同じようなもの出てるので、まあ全く大丈夫でしょう。で今スマホホルダーつけてますけど、これはマルチバーをつけてその上にスマホホルダーつけてますね。まあサーキットとかで活躍するレース車両、まあレーシーな車両って言ったらいい方がいいですかね。結構街乗り快適タイプではないので、まあ、こういうねスマホホルダーとかすぐにつけれるようにはなってないですね。まあバーハンに変えればいいんでしょうけど。でまあ僕はレバー変えましたね最近。動画になってるんでそちら見ていただければ参考になればなと思います。低速トルクはね意外とありますね。今2速だったんですけど、エンストしないですね坂道でも。まあ、なんかタンク周りがスリムだから、まあこれ好み分かります。2グリップめちゃくちゃしやすいかな。で特に不便とかないですね。めちゃくちゃ楽しい。これからどれぐらい乗っていくか分かんないんですけど、とりあえず次バイク買うとしたら ZX12R、 あの大型の 1200cc のね忍者 ZX12R を買う予定なんですけれども、乗り換えにするか増車にするかっていう部分で、まあできれば増車にしたいなと思うんですけど、保管がね維持ができないんですよね。だから 12R 買ったら、どうしようかなって結構悩んでますね。まあ、でもなんかちょっとコンビニ行くとかちょっと馬先まで行くとかの時にわざわざ大型バイク引っ張り出すのもなーっていう感じなんで、まあ2台持ちしたいなとは思うんですけど、結構このチスペケはいじる方に徹したいと思いますね。これからは結構いじっていきたいなーっていう感じ持ってます。まあいつかサーキットも走ってみたいしね。でマグナ50をねまた買いたいなと思うんで、まあ、その3台持ちが理想ですね。 ZX12R ね買いたいんですけどね。ただいきなりこの 125cc から ZX12R ってどうなんですかね。一回ミドル挟みたいなとも考えてるんですよ。なんか Z900RS とか、まあ、1年通してそんな感じに思いましたね。ウィンカーつきっぱいないかい。あれ黄色ナンバーじゃん。え、怖い怖い怖い、ヤンキーヤンキー。あで二ケツとかもするようになったんですけど、意外とね大丈夫ですね。125だからもうこれ全然進まんやろうと思ったんですけど、普通に街乗りする分には、まあ、不自由ないって言ったらちょっと、まあ、嘘になっちゃうのかもしれないんですけど、まあ単純にね一人の時に比べちゃうとそうなっちゃいますけど、でも全然大丈夫ですね。後ろの人にしてみたら結構なんか怖いっていう印象を持たれるんかな。僕乗せた人がみんなバイク乗ったことないっていう方だったから、だからね、あ、こういう、あ、こんなもんなんだって感じで受け入れてくれたんで、まあなんか楽しかったらしいんでいいんじゃないですかね。で一回女子乗せたんですよ、彼女じゃないですけど、まあまあなんか叫んでましたねずっと。そういうキャラなんでまあいいでしょう。まあ、これからもね当分はこのジスペケといろんな動画撮っていきたいなっていう考えているので、あなんかネタとかあったらぜひインスタのちょっと DM とかでね教えていただきたいなと思うんですけど。ああ1万5000キロいった。これはちょっと写真撮りたいな。頼む変わらないでくれ、1キロ行かないでくれ。ここで曲がって写真を撮る。うわー変なとこ来ちゃった。1万5000キロ、はい、ということで1年で1万5000キロ走りました。まあという感じでチスペケ納車されてから1年経ちました。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあこれからもね、このチスペケとアクアモトブログをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。